はい、本日はですね、パックティーを着るときに起こってしまうミス参戦というところのお話をしていきたいなというふうに思います。基本的にパックティーって有名ブランドのものであればあるほど、生地が薄くて結構肌着感のあるやつが多かってですね、僕も20歳ぐらいに失敗したことがあるんですけど、まあ、それはどんなんかっていうと、当時付き合ってる彼女に、それめっちゃなんか変やでって、下着っぽいでって言われて、僕は全然トップスやと思ってガンガン白 T でかっこよく着てると思って着てたんですけど、まあ、それを、まあ、やっぱ女性目線から見ると、なんかよれてるとか生地が薄いとかっていう、あんまりパックティーに対していい印象がなかったり、それこそパックティーで失敗する方の特徴って大体この3つに収まってるのかなというふうに思いますので、まあ、その辺を発表していきたいなというふうに思うんですが、あくまでもパックティーでもですね、一応6オンス以上っていう生地の分厚いタイプであれば、あんまり肌着に見えなかったり私服で使いやすいっていうやつはあるのはあるんですけども、まあ、パックティーが数多くある中でも6オンス以上の分厚いものってごく一部で、ほとんどは結構薄いタイプが多くて、それこそ有名ブランドのパックティーとかは本当に結構何回か洗ったりしたらもうテロテロになっちゃったり、僕もそのパックティーの有名ブランドのやつを着てて、前の彼女に変やでって言われたりしてたんで、まあ、ミスしがちな着方参戦っていうところのお話を早速していきたいなというふうに思います。では一つ目です。一つ目っていうのがトップスで着ようとしたということになってて、まあ、トップスっていうのは要はこういうふうに一枚で着用するときに、まあアウターというか一番メインで着るのをトップスって言ったりするんですけど、そのトップスで着るときに、まあ一般的にあるようなパックティーを着ちゃうと結構肌着感が出てたりとか、まあしやすかったりするので、そういうまあ有名どころのパックティー、まあ多分皆さんこう浮かんで貼るのはあると思うんですけど、まあ、僕もオレンジのであったり果実のであったりそういうの着てたんですけど、そういうのは基本的にインナー、例えばシャツのインナーとか、こういう今着てるロンティーのインナーとかで着用するんであれば全然問題はないんですけど、まあ、ミスしがちな人に多いのはトップスで着ようとするっていうのは結構女性から見たら変に見えやすかったり、まあもちろん男性から見てもあいつ肌着やんっていう感じになったりすると思うので、まあ、極力トップスでは着用しないようにした方がいいんかなというふうに思うので、まあ、僕も実体験でトップスで着ようとしてて結果失敗してるっていうことになってるので、まあ一つこれはあるあるというか、まあ、パックティーを着る上でミスしがちなところのまず一つ目かなというふうに思います。で、二つ目っていうのがですね、何度も洗って着用しようとしたっていうことになってて、まあ普通洋服って何度も洗って着るやんっていうのはまあ当然やと思うんですけど、まあ、パックティーっていうのはですね、基本的に値段が安くて、例えば2枚入りで2000、3000円とか、3枚入りで3000円とか、結構1枚単価にしても1000円ぐらいって結構安かったりするので、何度も洗ったりすると、やっぱり首元がほつれてきたりとか、あと生地自体がテロンテロンになってきたりするので、買って開けた時はめっちゃ綺麗にピシッとなってるんで、あ、これめっちゃかっこいいやんって思ったりするんですけど、何度も着用したり何度も着用して汗を吸ったり洗濯したりすることでどんどん生地が伸びていったり劣化していったりするので、まあ、そういう風に何度も着用しようとすると毎回こう品質が落ちるというか、着るたびにどんどん肌着感が出てくるっていう感じになってるので、あんまり長く着ようとするっていうよりかは、まあ、ある程度時期を限定して着るっていうのが、まあ、こういうパックティーの正しい着方なんやろなという風に思いますので、まあ、もし仮に1番で言ったみたいにインナーで着る場合であっても、例えばこういうロンティーのインナーやったら分かり、この首元しかわからないんですけど、例えばシャツを羽織って中が見える状態やったらやっぱり首元がよれてるのって分かったりするので、まあさすがにインナーで着るにしても例えば10年とかは着れないと思いますし、それこそやっぱり短いスパン、ワンシーズンとか、まあ1年間ぐらいで着用するっていうのが結構まあ目安になってくるんかなと思うので、まあ別に変に見られてもいいねんとか、ビヨビヨの着とってもいいねんっていうのであれば2年3年着るのでも全然問題ないと思うんですけど、まあある程度シャキッと見られるようにするとか、まあ大人の方とかやったら、まあ時期をある程度絞ってきた方がまあピシッと着れると思うので、まあ値段もそんなに高くないので、どんどん買い替えていくっていうのが、まあ、これパックティーの基本的な考え方やなと思うんですけど、まあ、失敗しがちな人っていうのは、まあ、長く着ようとする、まあ、僕もそうなんですけど、多分その前の彼女に変やでって言われたんが2年ぐらい着てる時にそれ変やでって明確に言われたんで、まあ、多分2年ぐらい着てると結構よれてきて、まあ、使用頻度にもよるんですけども、まあ、1年以上着ちゃうともう結構よれてきだしてるとは思うので、まあ、その辺は、まあ、ミスしがちな着方の、まあ、2つ目かなというふうに思います。で、三つ目っていうのがですね、一番できたトップスできる。で、二番目に言った、何度も洗って着ようとしてる人に起こりがちなミスになってるんですけど、それが何かっていうと、三つ目っていうのは、へたってる境界線を自分で見分けられないっていうことになってて、まあ最初に例えばパックディってパンって上げて綺麗な状態、もう真っさらの新品の状態で着るときって、もうめちゃくちゃかっこよくて、どんだけ安いパックディでも、あ、これ1000円でこんだけピシッと着るようになったらめっちゃかっこいいやんって思うんですけど、一回洗うと、ちょっと首元へたったなとか、二回目洗うと、ちょっと
全体的によれてきだしたなっていう感じになるんですけど、着てる本人ってあんまりその感覚がわからなくて、ちょっとずつ劣化してるんですけど、新品の時と比べたらだいぶ劣化はしてるんですが、本人は全然気づかんまま普通に着てて、周りから見ると新品の状態知ってるから、えらい今よれてんでってなるんですけど、着てる本人は意外とわからへんってことになってるので、結局周りから見たら変やでっていうところまで着続けちゃうっていうことになってるので、自分で冷静にこれが無理やなとかっていう境界線の判断ができなくなっていくっていうところが、まあ、3つ目のパックティーでよくある、まあ、残念な着方かなというふうに思います。まあ、なので逆を変えていくと、基本的にパックティーっていうのは、まあ、肌着っていう前提で着るっていうのが、まあ、正しいのかなというふうに思いまして、もちろんそういうやつじゃなくてトップスで着れるやつとかも全然あったりして、僕はですね結構そういうトップスで着れるようなパックティーを購入したりしてるので、まあ、それはそれでまた別で動画を出すんですけども、基本的な有名ブランドのそのオレンジとか果物系のパックティーっていうのはやっぱり肌着で着るのが前提になってたりとか、あと短いスパンで着るのが前提になってたりするので、変やでと言われにくいためにはまずはインナーで着る、まあ、もしくは肌着で着るっていうのがまず一つ目の方法になってて、二つ目っていうのが、まあ、ワンシーズンとか、まあ、使い捨て、まあ、短期とかで使い捨てる感じで着るっていうのが、まあ、ピシッとした、あの、かっこいい状態で着れるっていうことになってて、特に、これ有名な話なんですけど、イギリス、イングランドのサッカー選手のベッカムっていうサッカー選手がいてるんですけど、めちゃくちゃ男前な。その人なんかは白 T を使い捨てで着用してるっていうのは有名で、一回着たらもう二回目は着ずに捨てるっていう風にしてるらしいので、まあ、そういう感じで着用する方とかであれば、全然トップスできても全く問題はないと思うんですけど、まあ、一般的には何度か洗って着用するのが普通やと思うので、まあ、ある程度期間を決めてワンシーズンとか1年とかで着るっていうのが、まあ、いいのかなというふうに思いまして、3つ目っていうのがその境界線が分からなくなりやすいので、やっぱり身内の人とかパートナーとか友達とかに一応確認しとくっていうことになってて、まあ、例えば俺はどうしてもトップスで着たいし何度も洗って着たいねんっていう方がいらっしゃるんやったら、まあ、周りの人にやっぱり自分で境界線が分からなくなってくると思うので、これちょっと大丈夫とか、これで1枚でもいいかなみたいな感じで聞いとくっていうのは、まあ、一つ対策としてあるんかなというふうに思います。で、まあ、以上言ったのがですね、白のパックティーを購入した時に、まあ、よくあるミスの着方っていうことになってるんですけど、パックティー自体が先ほども言ったみたいによれやすいパックティーとあんまりよれないパックティーっていうのがあって、よれやすいパックティーに関しては今回のお話っていうのが該当するんですけど、逆によれにくいパックティーっていうのは生地が分厚いパックティーになってて、まあ、それが何かっていうと生地の数値があるんですけど、それがオンスっていう数値があるんですが、だいたい6オンス以上の生地感であればよれにくいとか乳首が透けにくいとかっていう風に言われてたりするので、6オンス以上のものを僕は基本的に買うようにしてて、今度 6オンスの僕が持ってるパックティーの中でベストパックティーっていう動画を出そうと思ってるんですが、まあ、基本的によく目にする一般的なパックティーっていうのは6オンス以下で作られてるものが多いので、やっぱりトップスできるとちょっと変に見られたり、僕自身もそういう経験はありますし、で次に何度も洗って着用していくうちに少しずつ少しずつテロンテロンになったり劣化していったりしてますし、そして3つ目の自分は毎回着てるから分からへんけども知らん間に境界線が分からなくなってるっていうことになってるので、まあ、これは今回はこの比較的劣化しやすいパックティーのお話っていうことになってるんですが、まあ、生地が分厚めなタイプに関しては全然洗っていってもよれなかったりとか、トップスできても変じゃないっていうことにはなってるんですけども、まあ、僕の経験をもとに、まあ、今回お話しさせてもらったということになってます。まあ、もしかしたらですね、これをご覧いただいている方の中でも、まあ、安いパックティーとかでも別にそんな何回でも俺は着たいねんとかトップスで着たいねんとか、そんなのファッション自己前ねんっていう方がいらっしゃれば、それは全然好きにやってもらったらいいと思うんですけども、まあ、今後出していく動画の中でこういうところを見ていったらへたりにくいですよっていう動画もまあ出していこうとは思ってますので、また興味ある方は見ていただければなというふうに思います。はい、ということでですね、本日はですね、白のパックティーでミスしがちな3選というところのお話をさせていただきました。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。